八代国ク戦前、アズ鏡研究の代表作やシロク春、ハル。鏡の研究、八代国クは、明治、大正期の歴史学者、長慶天皇座院の結論を出したことで知られている。木更津県市原愚城高根に生まれる。元は、鈴木姓であったが、八代家の養子に出されたために、八代姓を名乗った。1897年に、国学院を卒業後、 東京帝国大学文科大学資料編纂係に入り、鎌倉時代資料の研究にあたる。1908年には、最初の日本史辞典である、国史大辞典の編纂を行った。1915年には、吉野町時代の編纂主任となり、一貫して中世史の研究にあたった。1922年には、国学院大学教授を兼任する。 1916年11月に、長慶天皇ご即位に、ついての研究を発表して、長慶天皇の在位論を論じ、1920年には一連の研究成果をまとめた、長慶天皇ご即位の研究を、刊行。後の同天皇の歴代天皇追加に決定的な役目を果たす。本書で1924年、帝国学士恩師賞を受賞。また、苦内省の依頼を受けて、 公質量に関する調査、研究にも当たるが、悪知の未公然のため51歳で死去した。東京帝国大学一覧受退賞15年至り、昭和2年東京帝国大学、1927年、374ページ。服部とり辞しなが、自転有名人の死亡診断近代編325ページ。ありがとうございます。